こんにちは、寿司です。最近すいません、YouTube 見ていただいて、お客様からお問い合わせいただいたりですとか、ありがとうございます。引き続き頑張りますので、よろしくお願いいたします。今日のテーマはですね、よくマンションなんかで多いんですけど、ここのマンション欲しいお客さんがいます。で、まあ、そういうチラシがたくさん入ってくる物件ほど、本当に人気があるのかどうか、その辺を解説させていただければと思います。ということで、この9号、こちらのマンションの欲しいお客様がいますのでご連絡くださいみたいな、まあ実物で言うとこんな感じの、ね、多分不動産のオーナーでしたらこんなの見られたことあるんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、よく売り主さんとお話をさせていただく上で、うちはまあこういうチラシがたくさん入ってくるからうちの物件って結構すぐ売れると思うんですよねとか、まあチラシたくさん入ってくるんで人気があって欲しい人いっぱいいるんでうちは高く売れると思いますよとか、まあその辺のアピールをガンガンしてくる売り主さんがおられるんですが、まあその信憑性ってどうなのという話なんですが、まあ結論から言うとあまり当てにならないです。これなぜかという話をさせていただきますが、まあ中には本当に欲しいお客さんがいる場合がありますが、ほぼ仕入れチラシっていう、まあこれよくやるんですよね、こんな感じの入れて中にはこう本当に売りたいっていう人が連絡くれたりするんですが、本当にごく稀にここの物件ちょっと欲しい人いるんでってことでちょっとあそこチラシ巻いてこいって場合ありますが、ほぼ仕入れがなかなかうまくいってない時に若い社員にもちょっと巻いてこい、帰りお前チラシ巻いてから帰れとか、まああとアルバイトのおじさん使って仕入れチラシここのエリア巻いてくださいっていう感じで、これ業務の一環なんですよね。でなぜかっていうと不動産会社っていうのは仕入れさえあれば要するに見込み客が生まれるシステムになってるんですよ。なので買いたいっていうお客さん、マンション欲しいんですけどっていう、なんか友達マンション考えてるみたいだよって、そういうお客さんを紹介してもらうよりも、実は売りたいっていうマンションを売りたいお客さんいるんですよねっていうお客さんを紹介いただいた方が何十倍も実は価値がある、そんな話なんです。見込み客がそういう物件さえあればですね、仕入れ物件さえあれば買いたいってお客さんもどんどん集まってくるんですよ。これどこの、まあ、仲介会社もそうなんですけど、買いたいお客さんを集めるんじゃなくて売りたいってお客さんを集めれば集めるだけその先の売上の目処が立つっていう、そんなシステムになってますので、これチラシがたくさん入ってくれば入ってくるだけこれが人気物件、うち人気物件ですよって言ってるお客様は、これ極論するとですね、モテないおやすさんが、まあ、キャバクラに行って LINE 交換することによって LINE 毎日来るじゃないですか、おはようとか言って今日は何やってるんですか、夜何やってるんですかとかって来て、まあ、それをまあ部下とかに見せて、いや俺さ最近モテちゃってさって言ってる勘違いしたこう明るいおじさんと全く変わらないっていうお話なんですよね。なのでまあ確かに人気物件仕入れれたらいいなっていうことで集中して何回もチラシを言える場合もあるかもしれませんが、ほぼこうまんべんなく、マンションであればほぼこうまんべんなくチラシが入りますので、まあ土地とか売ってくださいっていうのはその当本上げて、まあ、手紙入れたりとかって、まあ、本当に探してるお客さんがいる場合がありますが、まあ、マンションの場合はほぼこれ特にこれコピー、本当に欲しいお客さんいる場合は例えば何回以上とかっていうふうに限定してきますので、手書きでいきます。もし入ってくる場合はですね、だからこうチラシが入ってくるからって言ってうち高く売れるんじゃないかってこう、いやプラスにポジティブに考えるってことはすごい大事なんですけど、まあ要するにそれがこう高く売れる根拠にはならないので、まあぜひそこはそのようにお考えいただければ、まあ、いいんじゃないかなと。冷静にもっと他にこう高く売る方法がありますので、まあ、そこはどこにか考えていただければと思います。それでですね、不動産会社っていうのは先ほど言ったように売り物件を取るためにすごいお金かけてます。例えばポータルサイトっていって売るか売らないかわからないような無料査定システム、よく、まあ、皆さん方もそうかもしれませんけど適当にこう
無料査定できますみたいな、今自宅いくらぐらいで売れますっていう、 あのシステムってあれポチッと押しただけで不動産会社が、まあ、1万とか1万5千で買うんですよ。でそこからなんとかこう売り物をこうゲットするっていうポータルサイトですね。あれだからまあ10件ぐらいあれば1件か2件ぐらいは本当に売りたいんですっていうお客さんいるんですけど、まああんなのやったりですとかチラシ入れたりですとか、まあ、あのマンションデベロッパーとかに行って買い替えのお客さんちょっと紹介料出しますからうちに紹介してくださいとか、まあ、あと自分のね昔買ってもらったお客さんにやっぱり売りませんかとかっていう、こうたまにねハガキ送ったりとかって、まあそういう活動をして仕入れ物件をまあなんとか取得してます。中にはね、なんか妻さん忙しそうだからつって別の不動産会社に頼んじゃったりとかする人いるんですけど、それ大きな間違いですから、あの忙しくても私にぜひ頼んでください。私から買っていただいたお客さんなんかはですね、特にそうですね、なので売りたいっていう案件はめちゃ大好きです。なので、引き続き何かありましたらご用意いただければなと思います。あの結論ですけれども、チラシがたくさん入ってくるからって言って非常にこう人気物件だっていうことで迂回ちゃうと、まあ、痛い目見ちゃいますんで、そうじゃないっていうことをご認識いただいて、ご自宅の売買ですとか、ね、不動産の売買取引を行っていただければなと思います。まあ、ぜひ参考にしてください。ありがとうございました。